溢れ出す気持ちを抑えきれないよ。好きです、これからも君は君と歩きたい。パステルグリーン担当鈴木美奈です。ミミって呼んでください。よろしくお願いします。
ミーミー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで私たちスイーツメロディーというねグループ名で活動しているんですけど、はい、2人ともスイーツが大好きなんですよ。そうなんだよね、はい、なんか最近食べたいスイーツとかある？なんだろ う、マカロン担当なんですけど、ベイクドケーキが食べたいかな。おしゃれだし。おしゃれでしょ。ゆいちゃんは？おしゃれ。私はね、やっぱりケーキ担当なのでね、シフォンケーキ。お、シフォンケーキ、そう、なんかいいお店ない？おすすめのお店ある。フレーバーっていうお店がおすすめだよ。名前一緒じゃん。そう、名前一緒で、しかも私たちね、フレーバーさんのアンバサダーを務めさせていただいております。イエイ。お、ありがとうございます。あとね、クラウドファンディングも、やっておりますので、ベイクドケーキ、シフォンケーキ、ぜひぜひ買って食べてみてください。はい、そしてね、私たちの、はい、CD や DVD などのオリジナルグッズも購入できるので、はい、ぜひ買ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、じゃあ続いての曲いきましょう。それでは聴いてください、ロストジェネレーション。
して12日には沖縄遠征が決定しました。ありがとうございます。チケット購入して遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次の曲で最後の曲になります。ありがとうございます。それでは聴いてください。ナンバーワンスター。あなただけのあなたは夢みたいのあなた。東京フレーバーセカンドユニットスイーツメロディーでした。ありがとうございます。